はい、皆さんこんばんは、こんにちは、おはようございます。製麺機です。今日もね、宅飲みの準備が整いましたので、早速宅飲みやっていきたいと思います。で、今日はね、あとは昼飲みですね。昼飲みなんですけど、今日ね、朝からすっごい雨降ってて、ちょっとね、外出するのが大変そうだったんで、久しぶりにね、ピザハットさんのピザ買いました。なんだっけこれ、安いやつね。あ、書いてないや。あのね、1380円のやつ、配達でね、一番安いピザ買いました。じゃあちょっと開けてみましょうかね。こんな感じね。こんな感じのピザ。なんか4種類入ってるやつ。ちょっと待ってね。蓋取ります。こんなやつね。これを食べながら、ちょっとね、またゲーム、クロノトリガーの続きでもやりながら、もうこれしかないんで、あとはね、かろうじて野菜サラダと、あとね、果物があったんで、これだけ。なんで、またちょっとあのね、ピザつまみながらゲームしながらね、宅飲みやっていきたいと思います。ゲーム宅飲みね、またレトロフリークでね。で、飲み物はキリン淡麗プラチナダブルね。よいしょ。では今日もね、皆さん一日お疲れ様でした。じゃあお先に失礼していただきたいと思います。しばしばで乾杯いただきます。ではちょっと軽く、あ、食べてからにするか。何がいいかな。どれが何なのかよくわかんないんだけど、まあ、この辺食べてみようかな、じゃあ。あ、タバスコ。タバスコちょっと振って。あ、見切れてる？よいしょ。この辺ね。これ。これはマルゲリータかな？感じですね。もう今日はこれ多分一食だと思うんで、1380円もしましたけど、あとは夜食にカップラーメンかなんか食べるかもしれないですけども、あとはお金使わないでね、今日はこれでいただいていきたいと思います。じゃあピザね、いただきます。うまっ。あ、トマト美味しい。俺、クロノトリガー攻略サイトとかそういうの全然見ないでやってたっけ。なんかどっかに助ける人がいるみたいなんだよな。ちょっと行ってみる。なんか戻った方がいいのかな。なんかちょっと動画見直したら、途中に捕まってる人がいて、その後助ければいいのかな。チラッと見ただけなんで。あ、またいた。
ちらっとなんか人いましたよね。この人助ければいいの？助けますか？はい。ありがとう。助かったよ。僕の名前はフリッツ。僕の父さんはトールツの町でグッズマーケットを経営しているんだ。近くに来たらぜひ訪ねてきてよ。あ、この人助けるとなんかいろいろ会話があったりとか後でするらしいんで。でもセーブポイントのところまでね、また改めて戻ってきたんで、ここからまた行ってみたいと思います。あとは、この辺は開かないんだよな、きっと。宝箱みたいなの。あ、ここは出られないのか。あ、これなんかあんのかな？あ、そういうことか。ここを開ければ。あ、開いた。開いたけど入れない。こっちも開けなきゃダメなのかな。あー、ここは半分しか開かないから、入れないのか。こっちから通れるってことはないしな。これ以上は開かないんだ。取れたりするのかな、あの宝箱の中身。あ、こっちになっちゃうのか。じゃあ上に、こっちに行けばいいのかな。あ、ここもなんか仕掛けあんのかな。あ、開いた。あ、武器。あ、なんだ。ん？あ、敵か。ランサー。ここは、なんもなさそうか。隣は？ここも半分しか開かんのか。ほんま中に入れないんだな。どっから逃げればいいのこれ。道がわかんない。こっち行くと、牢屋でしょ？こっち行くとセーブポイントでしょ？こっちだっけ？あ、こっちが牢屋か。こっち？あ、こっちも牢屋だな。ん？どうすればいいんだ？こっちは？同じか？あー、この、あ、宝箱あるな。もう一回行ってみる？なんか峰打ちみたいなのした。あ、宝箱ある。ミドルポーション。ここは、迷った。んー、こっち行けばいいのかな。あ、階段がある。
ちょっとなんか食べるか。ちょっと、サラダ少し食べるか。ちょっと、ちょっと一回セーブしますね、動画。じゃあちょっと癖になるお増しをね。ピザだけだとさすがにちょっとね、体に良くなさそうなんで、サラダも食べないとね。よいしょ。じゃあトマトから。いただきます。さっぱりして美味しい。この階段、つながってる、上と下で階が分かれてるだけか。どっから出ればいいのこれ。シェルターを手に入れた。開いた。ここにも囚人がいるね。骨になっちゃった。これは攻撃してこないね。ここも通れない。なんかちょっと動画グダグダになりそうだな。こいつら倒さないと進めないのかな。硬いんだよね。この顔出してる方やった方がいいんじゃないの。なんで電車になってないよな。やりにくいな。普通の単性でいいのに、なんでこんなことするんだろうね。この方がリアルだからなのかな。この時間でこう、早い、素早さの早い人から順番にってやつ。なんもない。こっから出られる？出られた。ここを登って、降りればいいの？下に降りればいいの？降りて、ここに入るの？シェルターを手に入れた。ここに穴がある。この穴に入ればいいの？すごい、1500ゴールド。白銀券を手に入れた。ちょっと待って。
あ、白銀剣、鋼鉄の刀。白銀剣の方が強いんだな。ブロンズアーマーにして、ルッカは、使えるのないのか。OK。で、あ、また登っていっちゃった。こっからは出られんし、さらに降りるのかな。どうすればいいのこれ。左右に行けないし、こっからどうにか抜けるしかないの。行けないのか。こっから逃げられるわけではないのかな。ちょっとなんか食べよう。じゃあ違うピザ食べてみようか。これはポテトのピザかな。ここ。ああ。またちょっと動画グダグダだな。これ。面白くないかもしれないな。これポテトの、ベーコンとポテトのピザかな。いただきます。うん。な、チーズが違うのかな。美味しい。うん。あ、マヨネーズソースか。うん。また、ゲームの部分、フルカットになるかもしれない。なんか、全然、話が先に進まねえ。どう？どうすればいいんだ？またいた。こっちは？あ。あ、やっと抜けてきた。ん？なんか、これメモ読めるのかな？秘密の書類が落ちている。読んでみますか？はい。ガルディア王国刑務所所長殿へ、ドラゴン戦車の設計図。ドラゴン戦車？ドラゴン戦車の頭には本体が受けたダメージを回復させる機能がついています。この頭には、天、火属性の技を防ぐシールドが装備されていますので、剣やピストルによる攻撃でしかダメージを与えることができません。つまり剣などの攻撃で頭を壊されない限り、ドラゴン戦車が倒されることはないと考えて良いでしょう。ガルディア王国開発部より、ちょっとセーブしよう。ちょっとセーブして、あ、これじゃない。ライフ回復させた方がいいか。ポーション。
ポーション。ああ、間違えた。よし。これで、あ、こっちから来たのか。ちょっと動画の尺、ちょっとまだ長そうなんで、もう一回、動画セーブします。いいかな、じゃあ。あ、なんだ？ルッカ、何の音かしら？ん？あ！大臣、行け！ドラゴン戦車！テロリストどもを叩きのめせ！あ、これがドラゴン戦車なん？頭を攻撃しろってことね。頭。頭を倒さないと回復で、わわわわわ、うわ、つえあ、やばいやばいやばい、わわ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 わ、ライフ回復した方がいいかな。ポーション。アイテム、ポーション。とにかく頭を倒さないとどうにもならんか。まあ、頭も一回の回復で80近く回復しちゃうんだもんな。わわわわ、いやー、つえー、あー、ちょっとやばい、製麺機にアイテム、ポーション、製麺機にポーション使って頭倒した。ルッカ、アイテム、ポーション、ルッカ、自分に、頭これで倒したんだよね。うわ、車輪を倒さないとダメなの、次。あー、ちょっと待って、アイテム、車輪、車輪を先に壊した方がいいのかな？うわぁ！あ、車輪倒した。でもちょっとやばい。ポーション使わないと。ポーション。
わ、レーザーみたいなの撃ってきた。アイテムポーション。生命器にポーション。お？ドラゴン戦車が修理するんだ。よし、渡っちゃえ。貴様ら覚えておれよ。おお、逃げた方がいいのかな。脱走だ。ここは強行突破しかないわね。脱走だ。おやめなさい。マールディア様。その方は私がお世話になったの、待ったのよ。客人としてもてなしなさい。しかし、私の言うことが聞けないの。いえ、滅相もありません。そこまでじゃ。えい、図が高い。ガルディア王33世様のおなり。父上、いい加減にしろ、マールディア。お前は一人の個人である前に一国の王女なのだぞ。違うもん。女王である前に一人の女の子なの。ジョーカーになど出るから悪い影響を受けおって。影響じゃないもん。私が決めたことだもん。マールディア。こんなとこもう、痛くない。私、城、出る、ん？城で？城でするわって読むの？城でするわ。マールディア様。行こう、製麺機。何をしておる？おえ、おえ。マールディア。いたぞ、逃がすな。もう逃げられんぞ。おとなしくしろ。どうすればいいの？これも。これもどうすりゃいいの？どっか抜けられるところはあんの？さっぱりわからん。あ、こっち抜けられる。ここは？この先空き地あり。あ、これか。行き止まり。ゲートが。行こう。行こうってどの時代に出るかわからないのよ。今度は帰って来られるかどうかも。それでもいい。私のために生命権が捕まっちゃうこの時代よりは。マルディア様。えい、もうどうとでも慣れだわ。行こう、洗面器。消えた。さすがにここまでは大臣も追ってこられないわね。
けど、ここどこ？随分と文明は発達してるみたいだけど、まるで別の星に来ちゃったみたいだね。今日はこの辺にしときますかね。なんかまたちらっと食べて、どっかセーブポイントあるのかな。まあいいや、ちょっと待って。こっちでセーブしよう。レトロフリークのセーブ機能で、これでセーブして、スロットゼロにセーブしました。あとでちょっとセーブポイント探すかもしれないですけど、とりあえず今回はね、ここで、動画の、クロノトリガーの方はね、締めにして、あと最後なんかもう一個食べよう。これを食べてみようか。見えてないか。よいしょ。ここね、このピザをちょっと食べてみようかな。こんなベーコンが入ったピザね。これもベーコン入ってます。わあ、今回の動画も、牢獄のところちょっとグダグダだったんで、まあ、そカットするかもしれないですけど。では、いただきます。あ、ベーコンが美味しい。ベーコンの塩気がすごいいい感じ。では。今日のね、ゲーム宅飲み動画の方はこの辺で締めさせていただいて、またね、そのうち機会があれば続き、クロノトリガーね、やりながら晩酌、ゲーム宅飲みやっていきたいと思います。では今日もね、最後までご視聴していただきまして、ありがとうございました。またね、頑張って動画編集してアップしたいと思いますのでね、よろしくお願いします。